はい、今回紹介する商品はロッテのビックリマンのヘッドとロッチのビックリマンのヘッドの比較紹介をしてみたいと思います。ロッチといえばビックリマンが当時全盛期だった頃、ガチャガチャなどで出たロッテのビックリマンのパチモンの商品になります。その頃はまだ今のように偽物に対して厳しいこともなく、普通にガチャガチャでロッテのビックリマンの偽物が出ることがありました。見た目では分かりませんが、裏紙のロッテの手の部分が血になっていたことが違っていました。現在はお笑い芸人のロッチさんがいますが、その名前の由来もこのロッチなのかもしれません。では早速比較してみましょう。今回はヘラクライスを中心に比較してみたいと思います。ロッチのシールにもクオリティがあるようで、こちらの一番左のヘラクライスはかなり上のものと色も違いますし、印刷も粗い気がします。しかしながらこの中心の緑と右側の赤に関してはほとんど正面から見る限りでは違いが分かりません。それでは問題の裏面を見てみましょう。はい、裏面ですが、上の段が本物のロッテのシールになります。下の段がロッチになりますが、上の段の本物のシールですが、裏紙の傷みが多いのはご了承ください。それでは実際見てみますが、やはりこちらのロッテの手が血になっています。上と比較してみましょう。上はロッテの手がしっかり手になっていますが、下のを見るとつながって血になっています。裏紙の色も微妙に違います。こちらの2枚も一緒に見てみますが、ロッテの手に対して下はロッテの手が血になっています。こちらのロッテの手の棒が伸びている部分をカッターなどで削ってロッテにするなどという人たちもかなり多くいました。はい、次はスーパーゼウスとセントフェニックスで比較してみたいと思います。上がオリジナルで下がロッチのシールになります。見た目はほとんど分かりませんが、スーパーゼウスに限っては若干表情が雑なようにも感じます。セントフェニックスですが、オリジナルのロッテのバージョンは円形のキラを使っていますが、ロッチの方は他のと一緒の四角いキラになっています。それでは裏を見てみましょう。はい、裏面になりますが、スーパーゼウスのシールに限ってはロッチの血が普通の角ゴシックになっています。他のシールはやはりロッテのロゴを真似たロッチというロゴになっています。裏のプリントもロッチの方が荒く、ところどころかすれやすくハゲっぽくなっているのがわかります。といった感じで、今回はロッテのビックリマンシールとロッチのビックリマンシールの比較紹介をしました。またこちらのチャンネルでロッテのビックリマンのヘッドフルコンプの動画も上げていますので、チェックしてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。